静岡の神社、静岡県には多くの神社があります。その中でも、静岡市内にある代表的な神社をご紹介します。まずは、静岡市葵区にある駿府城址公園内にある駿府神社です。徳川家康が駿府に移った際、社殿を造営したとされています。毎年4月には祭礼が行われ、多くの人で賑わいます。次に、同じく葵区にある静岡浅間神社です。火災除けや交通安全、商売繁盛などの神様として信仰を集めています。また、静岡県内でも屈指の桜の名所としても有名で、春には多くの人で賑わいます。そして、静岡市清水区にある清水焼鈴廣神社です。清水焼で有名な鈴廣窯と共に建立された神社で、焼き物の守り神として信仰を集めています。毎年10月には清水焼祭りが開催され、多くの観光客が訪れます。以上、静岡市内にある代表的な神社を紹介しました。静岡県にはまだまだ多くの神社があるので、ぜひ自分の目で見て足を運んでみてください。静岡県は全国的にも有名な神社が多く存在する地域です。特に、静岡市以外にも多くの市町村には素晴らしい神社が点在しています。例えば、御殿場市にある大宮神社は、山岳信仰の対象として信仰を集めています。また、富士市にある富士山本宮浅間大社は、富士信仰の中心地として全国的にも有名です。他にも、伊豆市にある大室山神社や、裾野市にある太田神社など、見どころ満載の神社が多数存在します。静岡県は神社巡りに最適な地域といえます。